はいどうも皆さんこんにちは、ナタです。というわけで今回は新三国無双8に最新のアップデートが来たんでね、早速ねどんな感じになってるのか簡単にやけど見ていきたいと思います。まあね、今回のアップデートなんやけど、バージョン 1.33 ですね。新三国無双8がですね、2月8日で発売2年経つということで、まあその記念のね、小さなまあアップデートになるわけなんやけど、まあ三国無双シリーズのね、最新作である新三国無双8にね、それにまたアップデートを出してくれるんやってね。ちっちゃいアップデートやねんけどね。ちっちゃいアップデートなんやけど、まあファンの皆さんもね、めちゃめちゃ嬉しいんじゃないかなと思うんやけど、まあ俺ももちろん嬉しいんやけどね。今までも全然やってるからね、普通に嬉しいですね。まあどんな感じになってるかね、簡単にやけど見ていきたいと思います。さあ今回はね、新たな武器祝賀総選の追加ですね。はい、これはですね、記念武器ですね。はい、記念武器っていう枠組みですね。これまでのねアップデート、まあ8やってる人だったり、まあ俺の動画とか見てくれてる人だったらわかると思うんやけど、まあこれまでね、記念アップデートで、祝賀系の武器がね追加されてるんやけどね、2回かな、祝賀装と祝賀竜装ってこれまでね追加されてて、それの第3弾ですね、祝賀装戦つってこんな感じですね、見た目。はい、まあちょっとあのめでたい感じのね、はい、まあなんか追加武器やけど、あの元ある装戦っていう枠組みの中の一つっていう感じですね。上級枠で攻撃力、防御力がともにですね312で統一されててね、攻守のバランスめちゃくちゃいいやんっていう感じで、これまでね祝賀系統の武器ね、祝賀装で祝賀竜装もそうやけど、全部ねその二つともね、あの攻撃力型っていうね、攻撃型のね結構武器になってたんやけど、今回のね総選はめちゃめちゃバランスのいい感じにね仕上げてきましたね。まあこの総戦っていう武器なんやけど、まあ、基本的に攻撃力が低くてね、防御力がめっちゃ高いっていうね、そういう感じの武器やったんでね、今回この中にですね祝賀総戦来てくれたことで、かなりね攻守のバランスは取れてて、めっちゃ多分普通に実用的バランス良くてね、普通に実用的な感じになりそうですね、これは。はい、まあそんな感じで、ね、今回、記念武器の祝賀総戦の追加っていうのがありました。さあそしてですね、新三国無双シリーズ過去作から BGM が4曲追加されています。今回はですね、新三国無双7から4曲ですね、コローカの戦い7、そして医療の戦い7、五条家の戦い7、鎮圧戦7ですね。はい、この4曲がね、新たに追加されたという感じですね。まあ、BGM の方もねぜひ楽しんでもらいたいですね。まあ、てな感じでね、今回のアップデートこんな感じで、すごい簡単な紹介にはなったんやけど、まあ、こんな感じになっています。改めてですね、新三国無双シリーズ最新作の新三国無双8発売2年、おめでとうございます。てな感じでね、今回の動画は以上になります。よかったらですね、チャンネル登録と高評価もぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ナタでした。さよなら、バイバイ。